2021年、神奈川県である事件が起きました。一つの夫婦の間で起こったのですが、51年間の恨みは相当深いものだったのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる丸陽子は、1945年、神奈川県茅ヶ崎市で出生します。すくすく成長した陽子は、会社員として就職したそうです。彼女は簿記1級の資格を持っており、精力的に働きました。ただ、彼女が生きていた時代は、女性が働き続けるという常識が通用しない時代だったようです。そのため、25歳になった陽子は、お見合いをすることになります。そこで出会ったのが、後に被害者となる敏夫さんでした。彼は、陽子よりも、7つ年上の男性であり、工場に勤めていたそうです。その後、結婚した二人は、一男一女と、子宝にも恵まれています。陽子は明るい性格をしており、社交的でした。また、大型犬を飼っており、とても賑やかな家庭だと思われていたそうです。その一方で、自分の主張を絶対に曲げず、他人の話を聞かない頑固なところもありました。とはいえ、近所の住民から見れば、特に問題があるようには見えなかったといいます。しかし、陽子は、結婚して間もなく、大問題を抱えていたのです。というのも、結婚して3ヶ月も経つと、夫の敏夫さんが給料を渡さなくなったそうなのです。また、最初のボーナスも陽子に渡すことはありませんでした。敏夫さんは給料を一体何のために使っていたかというと、酒やパチンコなど自分の遊びのために浪費していたといいます。また、彼は家事や育児を一切手伝おうとしませんでした。さらに陽子にとって地獄のような日々が始まります。なんと、敏夫さんは陽子に手を挙げるようになったというのです。そして子供がまだ小さい時に、敏夫さんと陽子の喧嘩を長所が止めようとしたことがありました。すると敏夫さんはとんでもない行動に移ります。驚くべきことに、彼は娘に対して刃物を向けてきたそうなのです。陽子は二人の幼い子供を育てるため、敏夫さんにお金をくださいと頭を下げることもありました。そうすると、ようやく敏夫さんは、わずかな現金を渡してきたそうです。しかし、彼は陽子に対して、日常的に暴言を浴びせていました。このような生活のため、陽子は、自分が働いて、子供を育てようと考えます。そして彼女は、簿記1級の資格を持っていたため、経理を勉強して、再就職を試みました。しかし、希望した職に就くことはできず、スーパーマーケットのパートなどをして食いつないで得たようです。真面目に働き続けた陽子は、次第にスーパーマーケットの売り場を任されるようになります。ただ、家ではモンスターのような夫が待ち構えているため、一日も安らぐことはありませんでした。そんな中、陽子は必死に働き、二人の子供を成人するまで立派に育て上げています。その後、長女が結婚して独立し、敏夫さんが定年を迎えます。この時、陽子は53歳になっていたのですが、長年思い続けていた離婚を申し出ました。そうして1998年に離婚が成立したのです。このため、敏夫さんが家を出て行ったのですが、彼は退職金や貯金をすべて持ち出していったといいます。これにはさすがの陽子も近所の住民に愚痴をこぼしていました。とはいえ、離婚したことでようやく陽子に平穏な日々が訪れたのです。やがて長女の孫も生まれ、一緒に出かけたりするようになります。また陽子は近隣住民に対して、暑いね、体に気をつけてねと声をかけるなどしており、ストレスから解放されていました。しかし、そんな日々はたった6年で終わりを告げます。なぜなら、元夫である敏夫さんが戻ってきたからです。彼は脳梗塞になり、一人では生活できない体になっていました。そして、離婚した時に持っていった退職金などは、すべて使い果たしていたのです。当然、これまでひどい扱いを受けていた陽子は、元夫とは縁も切れていますし、面倒を見る道理などありません。しかし、ここで長男が次の言葉をかけてきたのです。親兄弟もいない父親の面倒を見られるのは自分しかいないから、家に戻させてくれ。俺がちゃんと責任持って面倒を見る。このように愛する息子から言われた陽子は、敏夫さんが戻ってくることを反対することはできませんでした。
ただ、長男は精神的な疾患を抱えていたらしく、敏夫さんの介護を見させることはできないとも感じたのです。そうして陽子は予想外の決断をしました。なんと、彼女は敏夫さんと再婚したというのです。これは2005年のことであり、ここから陽子、敏夫さん、長男の3人での生活が始まりました。とはいえ、家の1階に敏夫さんと長男、2階に陽子が住んでおり、家庭内別居のような形だったそうです。戻ってきた敏夫さんは一日中自分の部屋に引きこもる生活を送っていました。ただ陽子は敏夫さんの世話をしないわけにはいきません。しかしそんな彼女に敏夫さんはまたも暴言を吐いてきたといいます。食事に関しては到底作る気はしなかったため、長男がコンビニで買って渡していたそうです。そのような生活を送る中、陽子は敏夫さんに対して嫌悪感が増すばかりでした。なぜなら、敏夫さんは一度もお風呂に入っていなかったからです。そればかりか、彼は結婚後、一度も歯磨きをしていなかったと言います。さらに、着替えに関しても、1年に一度しか行いませんでした。そのため、夏場は恐ろしい悪臭が漂っていたらしく、息を止めても半端ないと陽子は感じていたそうです。彼女はこれらの不満をノートに毎日書いていました。夫のことは何もかも嫌い。特に声が嫌い。結婚したこと自分を責める日々。夫は100歳まで生きる。それは困る。そして2020年になると、ある問題が浮上します。何でも、陽子の肺に影が見つかったそうなのです。そのため、陽子の体力は落ちていき、少しのことでもふらつくようになっていきました。ここで陽子は自分の寿命がそんなに長くないと悟ります。それとともに次のような考えが頭を巡ったのです。私には敏夫と結婚した責任がある。子供たちに面倒を見させるわけにはいかない。そして陽子は日記に次の言葉を書き記しました。のこぎりでめった切り。3月5日、決めた。これまでも夫があの世に行くことを願っていた陽子ですが、この言葉を書いた時にとてもすっきりしたと言います。ちなみになぜ3月5日なのかというと、精神疾患のある長男が通院日で午前中に不在になるからでした。そして決意を固めた陽子はある行動に移ります。それは庭に生えている樹木を試しに切るというものでした。当時庭には5、6本の木が生えていたのですが、枝から何からギコギコと切り始めたのです。これを見た近隣住民が、あんな切り方しちゃダメよと話しかけました。すると陽子は、こうやって切らないと新しい芽が出ないのよと言い返したそうです。そして犯行2日前、陽子は長女に一つのリュックを渡しました。そこには通帳や土地の権利書などが入っていたと言います。事件当日となる2021年3月5日、当時76歳の陽子は同居していた長男が病院に出かけたのを確認しています。そして玄関に置いてあったのこぎりを手に取ってマスクをつけました。そのまま午前9時ごろ、敏夫さんが横になっている1階の部屋に入っていったのです。これに気づいた敏夫さんは、昼かと聞いてきました。この質問に陽子は、いいえと答えたかと思うと馬乗りになったのです。そしてあろうことか、当時83歳の敏夫さんの頭部や顔面にノコギリを振り下ろしました。敏夫さんは必死に抵抗し、揉み合いになります。しかし首元に3回ほど攻撃が命中したところ、徐々に彼の力が抜けていったのです。陽子は馬乗りの体勢で2時間ほど敏夫さんの動きが完全に止まるまで見ていました。その後長男が帰宅し、現場を目撃しています。ただ陽子は、自分の部屋に行きなさいと言い放ち、長男は自室にこもりました。しばらくして長男がリビングに行くと、陽子がすっきりしたとこぼしたそうです。そしてあなたは施設に行きなさいと告げました。その後陽子はノートを広げ、次の言葉を書いています。3月5日、敏夫を殺せた、万歳。そして陽子は長女に対し、めった切りした成功とメールを送信し、長女が慌てて実家に駆けつけました。長女が通報を促すと、陽子は自分で110番したのです。警察の取り調べでは、今の気持ちはほっとしたという感じです。見合い結婚したが好きだと思ったことは一度もない。
と述べています。その後の裁判では裁判長から話しかけられてもできない、わからない、できないよなどという返答ばかりを繰り返したそうです。ただ犯行を後悔していますかと問われた際には首を横に振り、はっきりと意思表示をしています。検察側は犯行には計画性があったとして懲役12年を求刑し、弁護側は酌量の余地があるとして懲役3年執行猶予5年が妥当だと主張しました。判決公判で裁判長は夫への恨みや嫌悪が動機の根底にあるものの、被告自身の体調が悪化する中、寝室に閉じこもっている夫を残してあの世に行けないと将来を悲観したとも考えられる、ただ謝罪の姿勢が見えないと断じ懲役8年を言い渡しました。そして裁判長は、あなたに心の声を語ってほしかった、自分の犯した罪と命の重さをかみしめてこれからの人生を送ってほしいと語りかけたそうです。この判決を不服とした陽子は控訴しているのですが、弁護士に心境を語り、その思いが裁判で述べられました。それは意外なものだったのです。主人のことはそんなに嫌いじゃなかった、手にかけて悪かったと思ってる、部屋をきれいにしてお風呂を入れて髪の毛をきちんとしてあげればよかった、どうしてそうなったかわからない、今は本当にあんなことやらなきゃよかったという気持ちです、何も言わなかったのあの人の優しさだったのかもしれない。そして控訴審では犯行後ノートに万歳と書いたことについて今の思いを問われました。するとその時は思ってたけど、今時間が経ってやっぱり人の命はね、大切にしなきゃいけないねと述べたそうです。最後に陽子は、今は後悔だけですと語りました。しかし裁判長は、反省は評価できるが判決は見直すほどではないとして控訴を棄却したのです。一人の女が起こした本事件、控訴審の中で陽子はお墓参りをしたいと述べたといいます。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。